く。はい、ということでこんばんは、山城と申します。さあ、ここはですね、三重県は妖怪です。今ちょっと重たい人がわーっと乗り降りとったんであれですけど、ね、妖怪ちゃん砂の鉄道の泊まり駅ですね。さあ、今日はですね、何をしに来たかというとですね、まあ、鉄道の、ね、乗りに来たわけじゃないんですよ。今日は鉄道に乗って用事があったわけですよ。ついでに小森駅に寄ったからもいろいろと見ることもあって、そうなんですね、小森駅は小森駅は乗り換え駅なんでね、その乗り降りは激しいと、乗り換え駅というか、あれですね、行き違い駅なんですよね。ここで両方向の電車は単線ですからね、行き違いをするという構造ですので、どうしても、乗り降りする時間帯にバンと混むんで、ね、前の道もただでさえ細くてね、よく混む道が、まあ、特に今これね、時間がね、金曜日の夜の5時半ぐらいです、6時前ですからね。ここのひまりちゃん相変わらずですね。なんでね、さあ、今日はね、何をしに来たかというとですね、今この泊まりっていうのはね、実は暑い場所なんですよね。ホットなんですよ。まあ、あのね、皆さんも四日市市民の方でしたら、この2012年冬ね、何があったかって言ったらね、もうご存知の通り、この四日市泊まりに新しくイオンタウンがオープンしました。イオンタウン四日市泊まりですね。まあ、新しくというか、まあ、ワシティの場所がね、変わったところなんですけど、ワシティの場所ね、イオンタウン四日市泊まりの場所自体はね、この道をね、まっすぐずっと行ったらね、すぐなんですよ。すぐなんですけどね、ちょっとね、あまり交通量が多いのと、今回の企画はね、ちょっとね、別のとこから寄りたいんですよね。というのもですね、このね、イオンタウン四日市泊まりができたこと、まあ、もうこれはね、もういろんな人が挙げてますよ。ね、ね、そうなんです。で、えらい風が強いな。風が強いですけど、こんな感じでかな。あのね、結局何がしたいかというとね、その、イオンタウンのところにですね、今度ね、やっぱりステーキとかね、いろいろできてきたり、車来たな。やっぱりステーキができたり、あと、あれですね、実はペッパーランチも入ったんですよね。ですがですね、ここのね、イオンタウンの泊まりのすぐ近くにはですね、何を隠そう、いきなりステーキがあるんですよね。で、果たしてね、ですので、ね、この泊まりという四日市でも、ね、四日市の方はね、もう言うわでもないですけど、まあ、かなり南の方なんですよ。日永の南でも四日市でも結構端っこの方、まあ、1号線に面してるんで、商業施設とか多いところなんですが、とはいえ、こういうところにね、駅も、アスナの鉄道からね、そんなに離れてないっちゃ離れてないんでいいんですけどね、うん、そう。その場所にですよ、いきなりステーキ、に、やっぱりステーキ、で、ペッパーランチ、まあ、いきなりステーキとペッパーランチは一緒の会社とはいえですよ、ね、何を思ったか、3店舗もね、隣やってるというね、すごい状態になってるんですよ。さあ、果たしてこのね、新規だし、ステーキ支援とね、まあ、たださ、今ね、ほら、いきなりステーキはいろいろと話題になってるじゃないですか。いろんな張り紙がしてあるとかね、いろいろ言うね、言われて、もうすっげえ今更な感はありますけど、ちょっとね、見比べてみようって言うので、その金曜日の夜ね、この時間ってのはステーキ屋さんって一番混むんですよ。だって、給料が入った後ですよ。給料日やと、まあ、今日なんて12月27日です。年末ですよ。の、金曜日の夜のこの6時ぐらい。この時間帯っていうのがね、実は、外食業というのは、結構1年でも屈指ですよ。うん。儲かる時期なんですよね。ですから、これで、ね、どれぐらい入ってるか、まあ、どこも入ってると思いますよ、今日は。ね、ただね、ちょっと立地条件とかね、そういうのもね、含めて、いろいろとね、考察したいなと思います。これね、さっきからずっと前を映してますけどね、お気づきだと思います。この道、めちゃくちゃ混むんですよね。これがいわゆる、何でしたっけ、正式名称忘れましたけど、海軍道路ってうちら呼んでますね、地元では。バスもなんかも走ってるところなんですけど、まあ、とにかくこの道、すげえ混むんですよ。まあ、反対側の方はね、もう8先行ったらもう詰まってますよ、ね、この道をずっと行って杉屋があります。杉屋のこういったところに実は、いきなり席があるんですよね。さあ、あのバスもね、目印にしてたらいいと思います。今バスが走ってますよね。参考の磯津行きのバスが走ってますよね。これをずっと直進して磯津方面に、まあ、磯津行きって書いてありますから、塩浜駅の方から経由していくんですけどね。そう、さあ
バスの方が先にスーッと行っちゃうはずじゃないですか。これね、割といい競争になると思いますよ、私。とにかくね、この道すっげえ混むんですよ、そこの先が国道1号線、ここは旧東海道なんですよね。手前のすき家のある交差点のところが旧東海道で、まあ、ここもまた車で走るのにはね、なかなか難易度の高い道です。江戸時代のね、企画ですからね、道の幅とかが、そこを車がボンボコボンボコで行き来するんでね、まあ特に大型車なんかが来るとかなりスリリングですけど、ここまでは太い方ですからね、この先ここギュッと細くなるんですよね。その時からはかなりカオスというところですが、まあこれはもうね、旧東海道ありますからですから、ね、これ渡りますでしょ。渡るとね、洗うわけですね。ちょっと見にくいかな、カメラだとちょっと見にくいですけど、いきなりステーキの看板出てきましたね。第二駐車場ってなってますけど、嘘、雨降ってきた、よいしょ。そうなんです。建物自体はね、これの反対側、こっちなんですけど、ほらもうバスを歩いとったら、これバスね、あら、いい具合というかね、ほらもうバス歩きの方を追い越しちゃいますよっていうぐらいにね、このね、通りの悪い、流れの悪い、ところにですね、実はここにできてるんですね、いきなり。本当にね、地元の人もね、なんでこんなとこ撮ったんやろってね、びっくりするようなね、角立地ですよ。半分ぐらいは埋まってるんですかね。まあ、見ての通り、このね、すごい混む、交差点のマカロニ作ったんで、特にこの辺りなんてね、まあ、電車もね、近くに歩いてきたところに、まあ、電車で歩いて来れない距離ではないんですけど、まあまあそうですよね。一応、第二駐車場はそこにあるんですけどね。何せ、このね、直線になっとるね、ところから、まあ、ほやで、まあ、ここの交差点を使ってくることになると思うんですけど、まあまあ大変なので、まあ、そこにも駐車場ありますけど、ちょっとだけなんですよね。で、どうも、この時間帯にびっくりしましたね。半分ぐらい席空いてるのかな。年末、12月28日ですよ。ね、年末、あ、28日じゃねえや、27日、金曜日の休業が入った後の給料日の、年末の金曜日の夜ですよ。夜の6時ですよ。一番風がない感じ、簡単に。なんですけど、半分どころじゃねえな。半分もいなかったですね。三分の、見たところ3分の1ぐらいしか席を待ってなかったら、これはびっくりだ。ちょっと いくらなんでもこれは少なすぎますね。この時間はむしろ満席になってね、20分待ちとかぐらいね、出さないといけないんですよ。今からね、先のところもね、まあ映せたら映しますけど、あまり動画撮影とかね、ショッピングモールの中ってね、あんまり良くないんですよね。さあ、どういうことかな。ちなみにここ渡るっていう点もあるんですけどね、あまり知らせてませんけど、ただこれね、イオンモールの、イオンタウンか、今回は。イオンタウンに行くにはね、ちょっとね、不便なんですよね。ぐるりとね、実は、回ってかないと、イオンタウンの方に入れなくなっちゃうんで。ということで、見えてきましたよ。まあ、これ、終わりをね、ぐるっと接するんで、時間かかってますけど、本当に直近距離でね、駅前の道をね、ストンといったこの信号のところに出ますから、もう、今頃悠々と店内に入れとるぐらいの時間帯です。ただね、本当にね、この辺りの道混みますんでね、実は本当は今日ね、車でね、イオンタウン来ようかなと思ってたんですけどね、まあご覧の通りの渋滞っぷりなんですよ。なんでね、ちょっと今日はアスナロ鉄道で、この時間はね、本当に ね、その方が早いっす、ね、ちょっと雨が降ってきたの予想外でしたけどね。ここの辺りはバスでも来れますけどね、バスも走ってます、どれぐらい今走っとるのかな、ちょっとね、多分本数はだいぶ減ってると思いますけどね、一応バンダ改善センターとかあっちの方行くやつとか、いろいろとね、平田町の方行くやつとか、まあいろいろとね、走ってますよね、宇都宮方面あっちの方に行くで、バスがね、走ってはいるんです。ただ、ご覧の通りなんで、なかなかバス輸送っていうのはね、この大渋滞ですからね、全く青信号ですけど、進みようがないですからね。
まあ、ですので、やはりなかなかの電車のね移動というのもね欠かせないです。この辺りももう断然混んでてますよね。まあさっきから、ね、もう1台も進んでないですね。まあこれぐらいもこれちょっと泊まり町ね、泊まり町、あ泊まり町か、こちら泊まり山崎とかね、ね言いますけどあざめがね泊まり山崎で、奥の北側寄りの方がね泊まり塚原とかありますけどね、さあでこれが新しい4段、まああのマックスバリューが東海になってね、マックスバリューチューブがね、まあ、そっちの方に入るような形になって、ついに車が1台進みましたね。久しぶりに私ももう今日は寒いなと思ってね、長袖着てきました。さすがに私もねちょっとね出しましたね。比較的12月ぐらいやったら下手すぎは半袖で T シャツ1枚で歩けるんですけどね。あちなみに寒いのは嫌いですからね私。あの皆さんによく寒いの好き得意やねって言われますけどね、逆でね実は寒いのすっげえ大嫌いなんです。暑い方が得意です。どちらかというと暑い方が好きです。まあ一応これね中入って、ね、中見てきようと思うでしょ。はい、ということでねイオンタウン行ってね失礼しました。イオンタウン行ってね、食べてきましたよ。でね、まあ見てきました。店内もいろいろ見てきて、まあ今もう7時前ぐらいかな、まだ7時はならないかったな、これは1時間ぐらいブラブラとしてたわけなんですけど、まあ吐きしてね、結論から言うと、結論から言うとやっぱりステーキ強いですね、一強ですね。うん、見てきました。先にねあのペッパーランチの方ね、いきなりステーキは前通りましたよね。あんな感じでした。多分さっきよりはもうちょっとお客さん入ってるんじゃないかなと、願ってるところではありますけど、うん、ペッパーランチの方もね、まあ、正直言ってフードコートですね。あそこはフードコートになってるんですけど、まあ、ガラガラなんですよね。フードコートの場合、じゃあ、どうやって客お客さんがどれぐらい入ってるか、分かるかって言ったら、ある程度ね、把握する方法ってあるんですよ。一応これでもね、飲食の、あの、競合調査とかやってた人間ですからね、分かるんですよ。あのね、はっきりしますと、10組いない、いるかいないかぐらいですかね。このピークの時間帯で食べてる方が。うん。10択ほどですもんね。ね、あの片方だけね2人で食べとって片方だけ食べとるというのも含めて10組くらい、これはね相当少ないです。本来フードコートでこの時間のピーク時やったらね、あの何が人気ないかって分かりやすいかというとね、あのフードコートのその前の芝、自分の芝ができるんですよね。大体フードコートでどこで立ってもいいですよってなってますけど、当たり前ですけどやっぱりねその店の、に近い、タクっていうのはそのお店の商品で生まれやすいわけですよ。吐きして領土内から侵食されてるぐらいの、勢いでしたね。というか、んなにお客さんが入ってなかったんで、いくらなんでも入ってなさすぎやろうとは思いましたけど、フードコート全体がね、うん、大してね、うん、うん、まあというか他の飲食店も全体的に入ってないですよね、ここ、うん、ね、あの寿司屋さんとかも入ってるんですけど、お寿司屋さんとかもね、やっぱしね、ああ、マジかな、正直言って、なんも、ね、これといった魅力ないなっていう感じで、その割には、まあ、ちょっと割高やなって感じだったんですけど、案の定、この時間帯でも、全然すぐに座れるような状態でしたね、どこも満席になって、わーって行列ができとるようなところはなかったんですけど、でも、それでも、やっぱり席は、まあ、結構混んでましたね。うん、であのね、お一人様の、ね、カウンター席の方はね、すぐに案内ができたんですけどね、結構テーブル席の方はほぼ満席で、ちょっとあの片、ね、で出前し、まあ、出前したんで、ね、ちょっと片付けるのをお待ちくださいぐらいの、うん、状態、でこれはね、実は飲食店としてはいい傾向なんですよね。飲食店って結局単身客の一人客で埋まるよりもファミリー層とかで埋まった方が単価も上がるし、うん、やっぱしね、経営としては強いんですよ、うん、言うてます。最近はね、一人物も増えたとはいえ、増えたとはいえですよ、それでも、一人でね、
旅客で一人のお客さんは、組単価も1名分の、ね、組単価がどうしてもね変わってきますね。まあ大体男女のペアで来たとしてもですよ、女性の方のがやはり男性2人よりも男女1人ずつの方が総量では食べないかもしれませんけど、やはり組単価というのは上がるわけです。で、そういうところを見ても結構ファミリー層が取り込み通して意外とね60代70代ぐらいのね、方も、結構ね、食べてました。だからやっぱしね、ステーキだけなんです、分かりやすくステーキだけなんですけどね、あの1000円から売ってるのは OK ですね。税込みで1000円から売ってるのはね、これはやっぱしね、食べる、飲食店においてね一つ層が変わりますよね。ファミリー層を取り込むならこれ単価からあるっていうのは大きいですよね。それで、見とったら、ちらっと見とったら、大体そうですね、家族連れで、合計で、まあ、3000円からそれぐらいかな、前後の、奥さん連れでね、まあ、ちっちゃいお子さんいたら3000円ぐらいかなと。で、お子さん持ったら、そこからちょっとプラスアルファかかるかなというような設定になってるんで、これはね、あの十分入ってくるんですよね。あそことか行くのと全然変わらないんですよね。回転寿司、100円寿司の回転寿司とあんまり変わらんような単価になりますね。パラチーがもうちょっとね、そのあたり入っとるのかと思って入ってないんですよね。で、やっぱりステーキはね、ちゃんと家族層を取り込みとって、テーブル席の方がすぐにいっぱいになっとって、カウンター席の方がむしろカウンター席なんかご案内できますよというふうになっとったっていうのはね、これはね本当にね飲食店としてはいい傾向なんですよ。で、まあね、そういうのも出とった、正直言って。で、満足度も正直言って、やっぱりステーキの方がいいですよね。で結局やっぱりステーキで食べましたよ。私も見たこの前行ってね、実はもうなんか、初めてではないんですけどね、今ちょっといろいろ攻略法を考えているところです。まあそれぐらいには行きたくなるようなお店なんです。あそこでねやっぱ1000円からっていうのは大きいですよ。で、もう一つ大きいのはライス食べ放題なんですね。ライスとサラダ食べ放題なんですよ。スープも飲み放題、これはねいいんですよ。だからこれがあるといざとなったら1000円で肉も 200g ぐらい食えてお腹いっぱいにできるんですよ。まあ、ビッグボーイとかと同じような感じですし、正直で、まあ、ビッグボーイよりはそのサラダバーとかも、質は落ちるのかな。まあ、言ってしまえばあの松屋の生野菜みたいな感じですよ。あれね、コーンとかも入ってない。もう本当に 99% のキャベツと 1% の人参だけでできているようなね。で、あとマカロニサラダが置いてあるとね、いうところで。まあ個人的にはマカロニサラダよりポテトサラダが置いてあったらなおよしなんですけど、まあここはね、そこまでの贅沢は言いませんし、多分マカロニサラダの方がね、腹膨れますしね、原価も安いんですよ。そのあたり考えると、まあ、確かないと思いますし。で、その代わりね、ドレッシングをね、ちゃんとノンオイルのね、青じそドレッシングにしまして、これがもうね、罪悪感ゼロですよ。生野菜もいっぱい食べて、ね、肉もたくさん食べたけど、今日結局500g 食べちゃいましたね。そう。で、赤身なんでね、食べてもね、いいんですよね。楽なんですよね。結局、肉の人はそれで多分、機内ステーキの方が多分いいと思います。サーロインとかとか買ってますからね。まあ、いわゆる、あそこのワイルドステーキみたいな、部位の肉になってくるかなというところです。それ、ちょっといい感じの赤身の肉とかも売ってますけどね。そう。それでね、いろんな肉からね、楽しむって、これも大きいんですよね。ベースになる、やつを食べたら、買ったら、買い肉制度っていうね、そういうのがありまして、そういうのってことで、100g500円。100g500円ってことは、1g5円。税込みですよ。ってことは、5.0 円。ね、いきなりステーキ6.9円とかと比べると、おっと。わかりやすく単価が安い。おっと。これを買い肉っていうので、別の肉頼んでもいいと。ね、だから例えば、やっぱりはやっぱりステーキっていうのが売りなんですけどね、やっぱりステーキと、でそれと別でミスジ、ミスジは 100g500円ではなかったはずですけど、とかに、100g500円もあれが、赤身が 100g500円か、500円で 90g 入れたかね、やっぱりステーキの場合は 90g、まあ、そうすると 6.0 円ぐらいか、まあ、あまり変わらなくね、あれですけど、でもまだちょっと安くらい、それでね、ライスも食べ放題で、で、ライスもね、ちゃんとね、あれなんですよね、白米だけじゃなくて。
黒米が用意してあったんで、あれはありがたいです。そう、あの黒米好きなんでね、あれだけ食べるだけでもね、十分価値があります。しかも食べ放題、これは OK ですね。スープもね、まあ、全然安いですよ。限界いっぱいあったり、多分20円も切っとる、 10円も切っとるんちゃうかなってくらいのね、もう四国シーサーのね、スープです。全然いいんですよ。それでね、お腹が膨らむというか、これすごく大きいんですね。で、やっぱし、でちゃんと肉はね、ちゃんと肉としてがっつり食べれるっていうのはね、大きいです。で、トッピングもなんもない、もうね、わかりやすく肉だけですよね。で、ね、溶岩のっとると、これがね、ちょっとお味噌でね、これが結構火、長いこと持つんですよね。で、それね、ずっと自分で焼き加減を調整しながら。ということで、焼きの加減を、うざい調理したくて、だから外人の人で全然やれてましたもん。あれはね、考えましたよね。ってことは人育てる必要ねえんですよ。ちゃんと切りや、まあね、切るだけできりゃいいやっていうね。焼き加減って難しいですからね、ステーキは。そこにまあ力を入れとってるのがいきなりステーキではあるんですけど、そこを力入れないとお客さんに任せて、それなおかつお客さんの満足度を上げてるんですから、これはね、いいですね。だから、そういうような、そういうのなんて言うと、なんか、スタッフが悪いみたいになります。全然、接客態度良かったですからね。それもね、また来たいなと思う一人でした。明るくで、元気に接客してくれたらね、私外人でも全然頑張りませんよ。どっちかというと、私外人系の方が、ノリとか合います。なるほどもね、ありながら、いや、よかったですね。やっぱり接客はね、また行きたいなと思います。行けるんですよ。だったら1000円ですからね、1000円は行きます。これ3000円とかね。あ、ちなみにまあ言うて私も肉 500g ぐらい食ったんで、その買い肉っていうのを使ってね、赤身も食ってとか、いろんな一つの部位だけでなくていいのがいいんですよね。いいですね。味変わりますからね、多少ですからね。で食べたんで、まあ2500円切りました。2400いくら、まあ、払いましたけど、まあ、肉 500g 食って、ライス食べ放題もお腹いっぱいまで食べてきましたから、野菜もね3杯おかわりしました。これで多分ね、あれでしょう、電車来ましたね。さあ、まあそんな感じで、正直言っていきなりステーキやっぱりこれは厳しいね。郊外店に行ってると特に、相当厳しいなというのが、分かりましたね。ここは泊まり駅から今度はね、朝など四日市駅までね、戻ろうと思いますね。ここで270円なんですね。西日野と同じ値段か。